1分でわかる銀魂。私たちの長い歴史を1分で分からせようなんて無理ある。やるしかねえだろ、俺たちが稼げるの最後なんだから。ちょっとのっけからえげつないわ。長いしめんどくさいからさ、助っ人を呼んできたわけよ。実写を代表して佐藤二郎ある。じゃああとよろしくね。皆さんこんにちは、佐藤二郎です。銀魂は実写の方に出演させていただきましたが、今回はアニメ銀魂ザ・ファイナルのナレーションということで、とっても緊張してます。してますって言っちゃった、緊張してます。頑張ります。それじゃあ行くわるよ。よーい、スタート。主人公は何でも屋、よろず屋を営む坂田銀時。犬の散歩から地球の平和を守るまで、さまざまな戦いを繰り広げながら笑いと涙にあふれる日々を過ごし、なんやあのかんやで今に至る。銀時最大のライバルが師匠吉田松陽の下で共に学んだ名優高杉晋介。過激派テロリストとなった高杉と銀時は衝突を繰り返してきた。そんな彼らに襲いかかる地球滅亡の危機、最後の敵は不老不死の化け物ウツロ。その正体は幼い銀時らを教え導いたかつての師匠吉田松陽だった。いよいよ始まる戦い、全員参戦。銀魂最後のバカ騒ぎを見逃すな。銀魂ザ・ファイナル。これ面白そう、小栗誘って見に行こう。